はい、皆様、こんばんは、竹尾でございます。前回紹介しましたこちらのね、ラミレジ水槽、ラミレジ水槽でございますがね、こちらの水槽で、言っていたこちらのものをね、紹介したいと思います。それはこちらでございます。せーの、じゃんと。はい、リシアネットでございますね。はい、2個前ぐらいの動画でね、リシアのネットということで、100均で買ってきました、植木鉢のネットと、受け皿で、まあ、リシアネットみたいなのを作ったんですけども、まあ、ちょっとね、こう、光の入り方が弱いかなと、感じまして、バージョン2ということで、こちらの方に変えました。はい、こちらですね。今ちょっとエビが歩いてますが、こちらでございます。まあ、何で作ったかと言いますと、よくね、熱帯魚の、まあ、ペットショップとかで売ってる、ロザイネット、ロザイを入れる用のネットっていうのが売ってるんです。180円、まあ、200円いかないぐらいの値段で売ってるんですけども、そのネットにですね、まあ、リシアを入れまして、で、リシアを入れて、このは浮いてこないように、ゼオライトとかね、まあそういう、まあ露材を、まあ、下に入れまして、で、浮かないようにしてます。で、こんな感じで平たーく置きまして、で、沈めたというふうな感じですね。で、結構露材のね、ネットが大きいので、まあこんな感じで埋めた形にはなってますね。まあもし成長してくると、まあ、茂って下のネットがわからないぐらいになってくれたらいいなと思っておりますね。まあ茶ゴケちょっとついてますけどもね。はい、まあリシアもね、コケの仲間なんで、この茶ゴケと一緒に成長してくれたらなと思ってはおりますが、で、まあ元々ね、まああんまり出てなかったんですけど、まあこの角度だとあれですけど、こう見るとね、結構出てきてるんですよね。はい、なんで、もう少し、まあ、あと、ね、待つと、結構茂ってくるんではないかなとは考えておりますが、まあ、まだね、作って日が浅いんで、まあ、どうなるかわかりませんけどもね、もし成長すればね、CO2 なしでも、ね、リシアは沈めるんだという立証ができますんでね、僕も楽しみでございます。ね。というわけでございましてね、前回の動画で言っていました、リシアネットバージョン2の、まあ、紹介の動画でございます。はい。まあ、これね、結構ね、白で、で、結構ネットのね、網が細かいんで、光が入りやすいんですよね。なんで、前の植木鉢ネットより光を取り込みやすいんで、リシアにも育てやすいんちゃうかな、というふうに考えまして、こうなりました。ね。まあ、成功するかわかりませんけども、はい、紹介させていただきました。ではね、今回は以上でございます。果たして成長するのか？また次回お楽しみに。